どうぞ、はい、令和6年9月3日に収録を行っています今回は総裁選の公約僕らの官邸実現ということでこのテーマについてお伝えしていきますそんなサムネだったんだね、はい、一瞬 NHK はなぜ私を排除するのかっていうサムネかと思ったんですが買いますいやこのま,まで,いいですはい、分かりました、はい、であの前も ちらっと余談めいて話したことはあると思うんですが余談ではなくて全く本気なのが私が総理官邸に入ればん私がじゃなくて誰でも多分この安倍さんは長年ガラケーでしたけどそれ持っていくじゃないですか。それで本当にこれ下手すと自分でこうやればいいしそうでなくても三浦首相がこうやってで今日総理としてこう考えてますというだけで。 雑国営放送だよね、はい、でこれはあのコペルニクス的展開ってやつで、うん、放送設備いらないわけですよ。ねうん、でこの動画で言ってもこ,のこういうちっちゃいカメラ3台あってもいいし別にこれでもいいからやると、まあ、早い話が NHK の7時のニュース見ようっていう人は相当減ると思うよ。でこれは実はまあ古くて新しい問題も含まれていて。 えっと僕議員になってから総務委員会で参議院ので当時大臣は高橋さんでしたが NHK はあくまで公共放送なんですよねこれご存知だと思うんですけどイギリスの BBC がやっぱり国営放送じゃなくて公共放送なんですよで国営放送っていうのは基本的に報道の自由とはまあ別なところに立っているものでないってことはないですけれど うんあくまで政府の代弁をするものだよねで公共放送ってのそうじゃなくて政府の代弁者ではなくてその公共目的で放送を行うとでこの違い大きくて、えー、だから日本の主権者にだんだんこう怒りや不満が溜まっているのは今回の僕のお総裁選出馬をないものとして長いこと扱ったというのも大きな不満今読んでて。 今準備中ですすすけれど正式講義をいたす予定で,すでこれってあのホイッとこう出すわけにいかないので当然慎重にやってるだけでありますが話を元に戻すとですねその本来は僕はこれ NHK の害になるとは思ってなくて国営放送と NHK の両方あればいいと思ってるわけですよ。とところが従来だとじゃあ あの莫大なお金を使ってで国民から受信料も実質強制的に集めている公共放送以外に国営放送を作るとなると巨大な放送局とかたくさんのスタッフとかわあわあお金がいってあの屋上奥みたいな批判も当然出るんでかつてはそういう意味でもありえなかったんだけど今これだからねはい、はい、だから全然問題ないわけですよ。しかしか これ言われると NHK の方は当然あの内部では過敏に反応するのでえまあ例えば野党で NHK の批判なさってる野党もありますが自由民主党の中でしかも総理総裁になった人間が官邸でえスマホ一台で事実上の国営放送の放送を始めるとそれは影響は甚大なものがあるからでもこれは僕は大事な大事な問題提起だと思ってて。 そのなぜ、主権者の側からです、ねえー、わざわざ報道の自由とは別枠にある国営放送を望む声がずっと届いてでその声も背景にして私が委員会で質問したかというと要するに公共放送と言いながら例えば戦前の日本はみんな悪かったということで、えー、毎年8月になったら番組編成されるという人がゆかりを持つ人が特に若い人ほど多い。 例えば戦争について NHK は今も太平洋戦争って言ってるわけだけどこれ全く事実に反してるとこじゃないでしょだって当たり前だけど太平洋ってここのことを言ってて日本軍がもう本当に廃墨もあったところっていうのは良くも悪くももうこの辺りこうみんなそうなんだからなんで太平洋戦争なのとだから大東亜戦争って言葉を使わないためにで第二次世界大戦じゃ長いっていうのでまあ勝手に太平洋戦争って言ってるわけですよね。 太平洋戦争っていうを言い換えれば日米戦争で日米戦争に限定して太平洋戦争って呼んでるならいいけど常に太平洋戦争でしょそうするとあの特定のイデオロギーに偏ってなくても公共放送って言いながら自分の恣意的な考えで行ってるっていうのが当然批判が出ますしこの批判は当たってますそれから今回の私の問題でもまさしくこの収録しているこの部屋に ちょっとその人の立場を考えて詳しくは言わないけれど NHK の内部からの人がここにお見えになって青山さんをあの候補者一覧から外してるのは公共放送にあるまじき恣意的なあ行動だと思うとで視聴者からの問い合わせに生前人が集まるそうじないからと言ってるけどでもそんな人は他にもいるので青山さんだけ恣意的に狙うちしているということを文書で上司に問題提起をしたと。 いいう人が、まあ、実際いるわけですよね、はい、それで、えっと、準備が終わればその文書で正式講義しますがそれは実は放送法の9条にですねよく言われるのは4条ですけど放送法の9条にその、えー、調べなきゃいけないってことが、ね、その放送が行われてから3か月以内に権利の侵害を受けた人があ申し立てをすればあ要するに調べなきゃいけないってこと。 で調べなかったりいいか減な調べだったら法的手段がありえるので,でその時には例えばこういう内部告発があったっていうのが重要な証拠になるわけですよね。で話を元に戻すとなぜこの話したかというと今の総裁選でもこういうことが起きてますがこうやって常に例えば軍艦島の問題にしても NHK が誰が見てもあの軍艦島の映像が全部正しいとはとても考えられないわけですよ。 いいろいろ反論をなさってるようで天井口が全然違うところが「羽島炭鉱」っていうんですけど本当は軍艦島の炭鉱として扱われているしそれから実際の労働者の方々が今ご高齢でも記憶はっきりされていておっしゃってるのが大体顔が黒くなってないで白いままっていうのは俳優が演技した疑いがあると言ってるわけでそれをキーで鼻をくくるような回答しかしないでそういういこと。を重ねていいるからいや例えば政府はもちろん あの偏ってるって言い方もできるかもしれないそうじゃなくて政政府府ははここううう考えてててういう政策をやってますと、ね、でそれに対してその自由な立場で論評があっていいけどとりあえず普通にまっすぐに事実のまま政府はこういうことをやってるんですっていうことをむしろ情報で知りたいとあとは自分たちでネットも使ってたくさん情報を判断していくんですとそう NHK はこれがこの正しい判断なんだっていうことを。 この言うだけならいいんだけどその元のお金を要するに受信料で出させるってことにみんながもうあの要するにしたがってですねあのどんなシステムでも永遠のものはないので,で放送なんてもちろん技術とともに変わるものなので私が総理になればあの私入れて12人の中でまあ1人だけですよそなこと言ってるのはそれは NHK と喧嘩して得るものないから。 うん、で自分の利益についいては得るもないわけですよでこれはあの前もちらっと言ったかもしれないけど森けの時に、えー、予算委員会で僕が質問した時に加藤森幸さんっていう愛媛県知事だった当事者を探してきて証言してもらった時に NHK の生中継では流れたけどそれ以降の NHK ニュースからやり取り自体が消え去ってしまってたと。 つまり加藤森幸元愛媛県知事元文科省官房長がおっしゃったのは悪いのは安倍さんじゃなくてえ獣医師会から献金もらって獣医師の数を増やそうとしなかった別な住民主党の政治家だとプラス野党の方だという話をされたでそれが亡き者にされてえこのメディアと戦って勝った例はないということをあふんまんやり方なくおっしゃっていてでえそう長く うんその後続かなくて亡くなったんですけどこれはあの,この本に書きましたけどこれ紛失なんですよね僕は紛失に見えるわけ憤りで死ぬっていう本当にあるんですけど憤りのあまり寿命が縮まっちゃうってこと本当にあるんだけどあのそれがまた起きたわけですよ、うん、でそれ繰り返してそういうことが起きるよりもこれ普通に総理が「うん、私はこういう施策をやってますと」と「今日一日こうやって動きました」というのをやって。 で十分両立すると思うわけ。どうですか。はい。うん、あの抗議するという話を議員がブログなどで挙げられてから。うん、昨日、えっ、ー、と今日三日ですので。昨日、今日と。N. H. K. の朝のニュースで議員の顔が流れるようになりましたね。<laughs> 流れるようになったっていうのはまあその通りなんだけど、うんうん、その。依然として恣意的なのは。はい。 数千人が集まるかどうかって取材してる中からこれは取材に結果よりも恣意的にやってるって告発がここにあったわけだからでその後今日ねあのさっきも回ってきたんだけど実は皆さんこの収録の途中でも回ってきたんですよそのアポイントメントが入る入らないがあってで僕は電話じゃなくて会ってるんで,でねこうですよねっていう要するに数千の,の数ね <うん S 2> だから 一部の人をのくとこう集まったら取られて集まったら取られて青山さんとか一番ひどいらみたいだけどとでもうちのところもこうですよってうちの,のところっていう人のところも僕平気で行くからそうするとねじゃあどこを取って推薦に集まらない人だからこう省いたとか下の方の浮いたって言えるのかと言えるはずがないんだよなんで普通に平等にやらないのかってそうでしょ。 それは、やっぱその N. H. K. のスタンスとかを影響していると疑われても、N. H. K. の方もご覧になると思いますが。あのー、抗議文は会長に当てて出しますけれど、会長自身も、お考えになったらどうでしょうか。当然、国会議員なんで、国会でまた質問する機会も、あると思いますし。うん、はい。はい。はい、はい、今回のテーマは以上にしまして、えー、今日はこちらの方、ご紹介、お願いします。